トゥーンは無敵の生命体です。トゥーンはトゥーンですか、倒せません。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ペガサス J クロフォードです。さあ本日なんですが、トゥーンデッキやっていきましょう。最強ですね。トゥーンはトゥーンでしか倒せませんから、最強です。理論上最強。ペガサスのね、魂のデッキなんですけれども、結構ね、新しいカードがいくつか追加されておりまして、トゥーンの世界にもね。で、そのカードをね使って、今回はデュエルをしていく感じになるんですけれども、トゥーンの戦い方基本的に変わってなくてめっちゃ安心します。あの基本的なんですけど、トゥーン、あのトゥーンキングダムっていうこの最強の、まあ、フィールド魔法、これを貼って、でトゥーンモンスターはこいつがある限り、その破壊される場合、そのこいつの効果でなんか1枚デッキトップをね、あの除外すると、裏側で除外すると、あの破壊を免れるっていう、もうこれ1回なんか対戦ない、何回も使えるこの破壊耐性の効果あるんで、まあ、これで、まあ、トゥーンモンスターを守って、で、相手のモンスターを無視して、まあ、ダイレクトアタックをかましていくという、まあ、そういうデッキなんですよ。非常にね、やっぱね、分かりやすいこのデッキ。あの無意味 なんかその時間かけたソリティアみたいな、なんかあるじゃないですか、今遊戯王、現代遊戯王、ものすごいソリティア長いですよね。なんかああいうソリティア一切ないです。めちゃくちゃ分かりやすい回し方が。で、あのカード、強いカードいくつか、まあ、紹介していくんですけども、まあ、もちろんトゥーンキングダムは、ちなみにトゥーンモンスターがね対象に取れないっていう耐性も付与できますし、破壊耐性あるっていうので、まあ、めっちゃ強いっていうのもあるんですけど、あのこのトゥーンのしおりっていうね、このカード、このカードが、まあ、トゥーンの目次から基本的にサーチしてくるカード、これになると思うんですけども、トゥーンのしおり以外のトゥーンワールドのカード名が記されたカードか、トゥーンワールドを1枚をデッキから手札に加えるよという効果なんですよ。で、自分のフィールドのトゥーンワールドが効果打開される場合、代わりに墓地のこのカード除外できるよということで、トゥーンのしおりを介して、まあ、トゥーンキングダムとかを持ってきておけば、トゥーンキングダムに破壊耐性を付与できる。まあ、トゥーンキングダムはトゥーンワールドとしても扱うんで、ここに、破壊耐性を付与できるんですよ。これが非常に素晴らしい。はい。だから、ハーピーの張り棒とか、こういうカードとかをね、一回耐えることができるんですよね。これで持ってきたキングダムは。これ非常に強力です。で、トゥーンキングダムさえ貼ってあれば、まあ、トゥーンモンスターたちは、まあ、破壊耐性がありますし、あとダイレクトアタックがね、基本的にできますから、トゥーンモンスターは。まあ、トゥーンレッドアイズとか、トゥーンブラックマジシャンとか、これも全部ダイレクトアタックできますんで、まあ、相手を無視して顔面をぶん殴り続けることができると。いうことで、もう最強。で、他にサポートカード、まずトゥーンフリップ。これね、ちょっとランダムなんだけど、デッキからカード名が異なるトゥーンモンスター3体を相手に見せつけて、相手がその中からランダムに1枚選ぶと、そのモンスターを1体召喚条件無視って特殊感できますよっていう。これランダムなのがちょっと惜しいんだよね。これカクテル出せればめっちゃ強かったんだけど、ランダムなんで、相手が選ぶんだけど、一応トゥーンカオストロジャーとか、まあ、トゥーンレッドアイズとかトゥーンブラックマシャンとかあたりを、まあ、選んどけば、まあ、上級モンスターがいきなりポンと出せるということですね。はい。で、同盟カードがね、選べないんで、異なる、トゥーンモンスターなんで、ちょっとランダムです。で、まあ、モンスターはね、やっぱりね、一番ね、強いのはね、このトゥーンブラックマシャンだね。これがめっちゃ強い。トゥーンの名前が記されているカードか、一旦にとってくるから、トゥーンカード、1枚を捨てると、デッキからトゥーンブラックマシャン以外のトゥーンモンスターを召喚条件無視で特殊感するか、もしくは、トゥーン魔法トラップを手札に加えるっていうことができるんで、まあ、これで、例えば、さっき言ったトゥーンのしおりとかも加えられますし、あとこのトゥーンテラーっていうね、これトゥーンテラーめっちゃ強くて、自分のフィールドにトゥーンワールドおよびトゥーンモンスターが存在している場合、相手のモンスターの効果が魔法トラップを全部破壊できるんですよ、無効にして。これが最強のカウンタートラップです。しかもカウンタートラップなんで、相手、まあ、基本的にはチェーンできないです。はい、スペルスピードが速いから。なんで、このトゥーンテラーをまあなんとか構えて、例えばハーピーの羽毛器とか、まあモンスターをね全部破するようなカードとか、まあ、その魔法トラップをなんかバウンスしてくるようなカードとか、そういうカードとか効果を無効にしていくみたいな感じですね。まあ、理想的な盤面はだからトゥーンキングダム貼ってやって、墓地でトゥーンのしおりが落ちていて、まあ、トゥーンモンスターが、立ってて、で、トゥーンテラーがセットされているみたいな状況が一番理想ですね。はい。で、モンスター効果はレッドアイズは、手札からトゥーンを、特殊召喚できるよっていう効果とか、あとこのトゥーンカオストロジャーはこれ怪獣ロッシャーみたいな効果を持ってて、攻撃権を放棄する代わりに、相手のフィールドのカードを除外できるよ、まあ、相手じゃなくてもいいけどフィールドのカードを1枚除外できるよってことで、魔法トラップも除外できる、効果を持ってますんで、これが非常に強力
モンスターだけじゃなくて相手の厄介な魔法トラップカードとかも除去できるっていうことですね。で基本的に、このデッキはまあ先行で展開して相手の攻撃待つみたいなことができるように組んであるんで、最強カードを積んでまして、カイザーコロシアムっていうねこのね最強カードを積んでまして、これ自分のフィールドにモンスターが存在している場合、相手はその数より多くなるように自身のフィールドにモンスターを出すことができないっていうカードなんですよ。これ先行で、まあ、トゥーンってあんまり展開力がないんで、まあ、レッドアイスとかブラックマシャン絡むとめっちゃ並ぶことたまにあるんだけど、まあ、そんなに展開力がないので、まあ、トゥーンカオス王者だけしか出せないとかあるんですよ。そういう時にカイザーコロシアムを貼っておくと、相手展開できないんですよ、モンスターを。これが非常に強力で、でしかも自分はモンスターぶん殴らずに、なんかダイレクトアタックしかしないじゃないですか、自分。だから、一番の理想は、トゥーモンスター展開してカイザーコロシアム貼って、もう一体でひたすら相手の顔面を殴り続けるっていう。これが、理想です。私の。はい。で、モンスター。相手のモンスター、じゃあどうやって処理するのと、厄介なモンスター処理するのっていうと、例えば、ガミシエルですね。はい。まあ、怪獣モンスター。怪獣でリリースするっていうのと、これコミックハンドっていうバカ強い装備があるんですよ。これ相手のフィールドのモンスターに装備できて、装備モンスターのコントロールをパクれます、永続的に。はい、まあ、強奪みたいな感じですね。で装備モンスターはトゥーンモンスターとして扱い、相手フィールドにトゥーンモンスターが存在しない場合は装備モンスター直接攻撃できる、つまり相手のモンスターをトゥーン化できるんですよ。これすごい強い相手のモンスタートゥーン化して急に、であなたのモンスター今からトゥーンでーすって言いながらトゥーン化して、でダイレクトアタックでーすって言ってダイレクトアタックをすることができるんですよ。だから高校でいきなりなんか相手の超絶やべえモンスターをガムシエルでしょって、でトゥーンキングダム貼って、で、コミックアンドでガムシエル返してもらって、でガムシエルトゥーン化してガムシエルでひたすらぶん殴るみたいなこともできるんですよ、カイザークロシアム貼ってね。マジでうざいからそういうことができるように組んでます。で一応安定感出るように合金積んであって、エクストラはマジでどうでもいいです。エクストラほとんど使わないんで、エクストラ的マジでどうでもいい。一応入ってっけど出せそうなモンスター適当に入れたけど、これ、はい、マジどうでもいいです。はい、だからエクストラ正直全部ノーマルとかでもいいから。最一枚だけ入れておいてほしいのはこのね、トゥーンサイバードラゴンが一応いるんで、このキメラティックメガフィルトドラゴン、これ結構強くて、トゥーンサイバードラゴンって相手のフィールドにモンスターが存在していて、自分のフィールドにモンスターが存在しない場合は手札が読書ができるよっていう、まあ要はサイバードラゴンの効果を持ってるんですよ。でしかもトゥーンワールドがないと死ぬとかいう効果を持ってないんで、これシンプルに手札引いてるときに高校でこいつペッて読書感して、でいきなりキメラテックメガフリートで相手のそのエクストラモンスターゾーンのモンスター吸えるんで、これは入れといた方がいいかなっていう。あとは正直ね、マジどうでもいいから、まあ、この辺はちょっとお好みで調整してくださいっていう感じですかね。はい、早速、相手のモンスターをガン無視して相手の顔面にダイレクトアタックをかまし続ける激ヤバデッキやっていきましょう。デュエル3枚さあいきまーす。トゥーンは完全無敵なのです。手札事故ってますちょっとレッドアイズくんさ来すぎなんだよ。君デッキ眠ってればいいんだよ。あーなるほど、まあ目地来てくれたからよしとするか。トゥーンのしおり、あ目地じゃねえ、しおり、トゥーンのしおり発動です。トゥーンのしおりの効果によってトゥーンキングダムを手札に加えます。そしてこれはだからブラックマジシャンを出せばいいんだな。うん、まあ出せばいいんだなって言いながらランダムなんだけどね。トゥーンキングダムを発動です。さああなたをトゥーン王国へいざないます。ご案内します。これはねブラックマジシャン以外いらないから、ちょ頼むわブラックマジシャン頼む、ちょブラックマジシャン頼むわ、お願いします。お願いします。あ神ゲーです。よし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 、ありがとうありがとうございます。トゥーンブラックマジシャンの効果発動、トゥーンモンスターを手札から墓地に送ってデッキからトゥーン魔法トラップカードを手札に加えます。この効果によりこのいらないアルティメットいらないモンスターを墓地に送りトゥーンテラーを手札に加えます。そして最強カードカイザーコロシアムを発動、これによってあなたはモンスター1体しか展開できませんゴミこれ最強盤面です。はい、あとはこのブラックトゥーンブラックマジシャンで殴り続ければ勝てるっていうね、理論上最強デッキ、理論上最強。さあどうしますか。トゥーンブラックマジシャンで殴り続ければ私の勝ちですよ。
黒の魔導人？無理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 、ブラマジできちゃった。ブラックマジシャンは黒の魔導人を止めとけばいいっておばあちゃんが言ってました。私の戦略にミスはありません。あなたの手札は全て見えています。あなたの手札は全部見えます。嘘です、何も見えませんカードをセットです。なるほど、マジシャンズソウルズいいでしょう。マジシャンズソウルズの効果によりブラックはいいでも、このブラックマジシャン VS トゥーンブラックマジシャン、どっちが強いかちょっと決着つけようぜ。どっちの方が強いか決着をつけましょう。遊戯ボーイ、さあ来なさい遊戯ボーイ。あなたのブラックマジシャンは私の能力によってトゥーン化させていただきました。これでもなんかこの対面結構熱いな、割とブラックマジシャンでトゥーンブラックマジシャンをぶん殴るっていう、なんかそのこれなんかこれ熱いねこれちょっと熱いね。トゥーンキングダムの効果発動、トゥーンは無敵です。トゥーンキングダムが存在する場合トゥーンモンスターは戦闘効果では破壊されません。トゥーンはトゥーンでしか倒せないのです。黒魔術の引きいいでしょう、いいでしょう、いいでしょう。ブラックマジシャンズ、あ、並んだらけ融合ね、並んだらけ融合来ましたね。いいよ、こいつはね本当にでも強いんだよね。これは本当に魔法トラップカードが無限に発動されたら めちゃくちゃアドを取ってくるっていう。トゥーンは無敵です。トゥーンキングダムの効果により私のトゥーンモンスターは破壊されません。トゥーンは完全無敵の生命体なのです。私のターン、ドロー。トゥーンテラーは強いです。ちょっとあのこのレッドアイズが言うマジでどうでもいいモンスターちょっと一回もしょろ、君墓地行って後で戻すから、このレッドアイズの黒石で、トゥーンのしおりのを持ってきます。トゥーンのしおりを持ってきて、トゥーンのしおり、ちょっとあの伏せカード怖いですね。あの伏せカード怖い、まあ、これ一旦殴ります、一旦殴ってから考えますわ。攻撃表示に変更してバトルです。まずはモンスターでダイレクトアタック、マジシャンズプロテクション。自分のフィールド上に魔法使うモンスターを存在する場合、あ、これは一体何するマンですか。あ、半分にするマンですか。半分にする、半分マン、半分マンです。メイツ半分マンでは、トゥーンのしおりの効果を発動。トゥーンのしおりの効果によってコミックハンドを手札に加えますあなたのモンスターは私がいただきます。コミックハンドの効果発動、あなたのモンスターはトゥーン化します。トゥーンは無敵です。トゥーンはトゥーンでしか倒せない。カイザークロシアムがあるのでターンを終了です。さあ、あなたのターンですよ遊戯ボーイそしてトゥーンテラーの効果によってトゥーンモンスター、そしてトゥーンキングダムが存在する場合、相手の魔法トラップモンスター、あ、無理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 です。トゥーンテラーの効果発動、魔導陣は無限に無効です。バリ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 、そしてトゥーン超魔導士ブラックマジシャンズの効果発動、マジックトラップカードが発動した場合カードを1枚ドローし、それが魔法トラップカードだった場合はセットできます。セットしたカードはセットしたでも使えます。トゥーンは無敵です。サンダーボルトの効果、結局それの効果も無効です。トゥーンキングダムの効果発動、トゥーンは無敵ですトゥーンはトゥーンでしか倒せないのです。最強デクサ、およそ最強デクサ、ドロです。お前来すぎなんだよな、お前来すぎなんだってマジで。まあ、ちょっと一回出すか、一回なんか 出しに行く説あるこれ。何持ってくれんのこれで、あ、もうトゥーンの目次しかないのか。トゥーンの目次を手札に加えます。ですね、まあトゥーンの目次発動です。トゥーンの目次の効果によってトゥーンマジックトラップカードを手札に加えていきます。あ、トゥーンテラーもうねえだっけ。
トゥーンテラーもうねえの。マジやっべ。ちょっとあのカードなんだろう。ちょ怖えな。まあちょっととりあえずワンドローするわ。このモンスター強いな。君のくれたこの最強モンスター強いですね。あーなるほど。まあちょっとよくわかりませんがバトルしますか。いったまあ伏せありますしね。伏せがある場合はバトルするのが定石とおばあちゃんが言ってました。僕のおばあちゃんはデュエリストです。ダイレクトアタック。さあモンスターでダイレクトアタック。そして2800でダイレクトアタック。さああなたのライフは残り、2450です。カードをセットです。そしてエンドフェイズ。まあカオスソルジャー出してもいいけど、まあ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 、ちなみにこのカオスソルジャーを出すと何が起きるかっていうと、相手のモンス相手のレベル80のモンスターパクってそいつ出すシュッてリリースして出せるんですよね。あ、ひとしずくです。ひとしずくの効果発動いいでしょう。そこまでは読んでいました。まあ言うてね、この盤面ね、そんな簡単に崩せないと思うんで、次何が起ころうとしてもトゥーンフリップで出したモンスターでぶん投げれば勝てるんで、はい、なるほど。マジシャンズプロテクションの効果発動。自分の墓地の魔法使い族モンスターを対象にそのモンスターを特殊召喚できます。やりますね遊戯ボーイ。最後まで諦めないして素晴らしいです。ただそこまでは読んでいました。こいつの効果は無効だから意味がないです。トゥーンフリップの効果により絶望的なモンスターが敵から特殊召喚できます。マジシャンズ、ま、ブラックマジシャン扱いになっているエセブラックマジシャンです。バトルフェイズいいでしょう。トゥーンはトゥーンでしか倒せません。トゥーンキングダムの効果発動。つえ強すぎてくっさー。メインツーいいでしょう。エンドフェイズです。私のターン。ドロー。ガメちゃんも来ちゃった。このまんまバトルフェイズです。トゥーンブラックマジシャンズでダイレクトアタック。トゥーンは完全無欠の生命体なのです。さあお相手の方、いやこんなねっちょりした喋り方だったっけ。なんかこんなねっちょりした喋り方だったでしたっけ。なんかペガサスの喋り方どんな感じだったか忘れたんだけど、とりあえず裏声出しといたらいいって。魔法族の里やばいです。魔法使い族がいると魔法カードが発動できません。でも魔法使いは1体しかいません。つまりガメちゃんでリリースです。あなたのモンスターはどいてください。トゥーン回帰怪獣ガメシェルを特殊召喚。そしてトゥーンの目次を発動。トゥーンの目次の効果によりトゥーンカードを1枚手札に加えます。もちろんトゥーンのしおりです。そしてトゥーンのしおりの効果を発動。トゥーンのしおりの効果によりトゥーンキングダムを手札に加えます。そしてトゥーンキングダムを発動。トゥーンキングダムの効果によりトゥーンカオスソルジャーを出すしかありません。ちょっと魔法族の里は除外します。トゥーンカオスソルジャーの効果発動。ターンを終了です。トゥーンカオスソルジャーは攻撃権を放棄する代わりに相手のマジックトラップまたはモンスターカードを1枚ゲームから除外できます。めちゃくちゃモンスター出てきました。まずいです。ちょっとやばい、ちょっとやばいやばいやばい、なんかまずいですとか言ってる場合じゃなくなってきた。まずいです。ただしトゥーンカオスソルジャーを対象に取ることはできません。トゥーンキングダムは効果で破壊される場合、墓地のトゥーンのしおりをゲームから除外すると破壊を免れることができます。でも4体のモンスターはやばいです。4体モンスターやばいな。普通に4体モンスター並んだら現代遊戯王何でもできるぞ。ちょっと待ってくれ、トゥーンキングダムをさ戻すとかはやめてくれ。トロイメアみたいなモンスター、まあ、フェニックスはいいわ。3体で何でやめろやめろやめろ、そんなことしてはいけない。
そんなことをしてはいけない。やめろー。ば、僕のトゥッキーが、うわまずいでーす。でもここまでは読んでいました。この後に私は、何引けばいいんですか。トゥーンキングダムを引いて、トゥーンキングダムからのコミックハンドを引いて、やばいことすればいいんですね。私のターン。だ、本当に引いた。まあ、強欲で金マナツボを発動。めっちゃドア除外してカードを2枚ドローでーす。マジで引いた。強っ。ここまでは読んでいました。ここまでは読んでいました。コミックハンドの効果発動。相手のフィールドのモンスターを1体選択し、そのもユニコーンの方がいいか、これリンク伸びるもんな。ユニコーンを装備して、このパクリトゥーン化しました。私のトゥーンユニコーンの効果により、このモンスターはダイレクトアタックができます。メインズトゥーンテラーをセットです。カードをセットです。私のトゥーン、トロイメアユニコーンは、トゥーン化しているため、トゥーンキングダムで破壊耐性を持っています。そして、フィールド上にトゥーンキングダムとトゥーンモンスターが存在するため、トゥーンテラの効果によって相手のマジックトラップ、モンスターの効果は無効です。トゥーン、トロイメアユニコーンは、トゥーンキングダムが、トゥーンキングダムがいるため、破壊されません。トゥーンはトゥーンでしか倒せないのです。およそ最強、およそ最強ムーブ。ちょっとこれフリップ来ようか。フリップ、あー悪くない、悪くない、悪くないです。レッドアイズはまだいますね、いますね。ちょっと一回あの捨てカードをちょっと踏みに行きますか。さあ、トゥーンブラックマオブレジェンドの交換によって、トゥーンモンスター一体を特殊召喚です。あ、殴れねえから、これメインツーで終わったらいいや。バトルフェイズです。私のトゥーンモンスターは無敵です。トゥーントロイメユニコーンでダイレクトアタック。相手フィード上にトゥーンモンスターが存在しない場合、このモンスターはダイレクトアタックできます。最強です。あなたのライフは残り3600。次のターン、この2体のモンスターのダイレクトアタックで私の勝ちです。いえ、トムの勝ちです。メインはどうしますか。禁じられたひとしずく。はー、なるほど。これトゥーンじゃなくなるとかないよな。魔法カードの効果だよな。はい。あ、でも相手見えてるカードなんもないから、こうトゥーンテラーしちゃえばいいんじゃない。これトゥーンテラーしちゃいます。これもう見えてるカードないですね。トゥーンテラーちょっともったいないけど、まあトゥーンテラーしたら相手絶望でサレンダーするんじゃないですか。トゥーンテラーの効果発動。トゥーンテラの効果によって相手のマジックトラップ魔法、マジックトラップモンスターの効果を無効にし破壊します。あなたが伏せているのは禁じられたひとしずくだということは読んでいました。トゥーンキングダムの効果発動。トゥーンは無敵です。強い強い。トゥーンは無敵です。ガメちゃんも来ました。トゥーン回帰怪獣ガメシエルを特殊召喚する必要もありません。攻撃表示で変更したままバトルフェイズ。トゥーンはダイレクトアタックできます。対戦ありがとうございました。トムの勝ちです。最強。